はい、今回はチャンネル登録者数1000人ということでプレゼント企画やるやるっつって全然やってなかったんでそれをやろうかなっていう感じなんですけど、何をやるかって言ったら、まあ昔からね、もうジャグリング歴も俺も16、もうちょっと長いか、6歳の時からやってるけど、まあ実質やり始めただけで言ったら、まあ15年ぐらいかなやってる。でそれで道具も買い替え買い替えやってて、昔の道具とかでも捨てるに捨てらんないから寄付という形でね今回やろうかなと。本当はね、それはいいものをさ、買って送りたいけど、そんなね、お金もないので、まあでも使ってほしいなっていう感じです。なので、サークルとか、まあそういう団体さんにね、とりあえず送ろうかなと思ってます。で、これは第1弾なんですけど、物が多すぎるので、ちょっと第2弾もあります。先に言っておくと。第1弾を送って、またスペースができたら第2弾を探し始めるという。で、応募期限が12月の26日、木曜日の24時までにします。当選した人には、年内に、連絡します。で内容の方を見ていこうと思うんですけど、とりあえず今回3セット用意しました。はい、というわけでまずこれがキット A なんですけど、クラブがとりあえず7本ここには映ってますが8本です。1本は銀デコレーションされてるやつでさっき見つけたのでそれもつけます。このヘッドの部分とかもね結構ボロボロだったりするんですけど、まあ壊れるまで使ってくださいという意味合いですね。ハンドル部分がボロボロなんで、まあそれはちょっと気をつけてほしいですけど、あとはボールですね。とりあえずここに1個隠れちゃってるけど9個あって、ピンクの模様みたいなのついちゃってるのはビンバッグの色素が一緒にね置いといたらついちゃってたんですけど、というバブルボールですね。バブルボールが9個で、ここに映ってないんですけど8枚、ヘンディスの赤いリングをつけます。ノーマルリングですね。であとロシアンボールがちょこちょこ映ってるんですけど、ロシアンボールはまあ、これは入れるとしても結構ボロボロなので、まあ、ワークショップとかに使ってもらえればな。でキット B なんですけど、ボロボロのピルエットクラブ3本とファットリング3廃盤なんでないなかなかないんですけど、はい、で、よくわかんないリングをたくさんと、赤いのはプレイ者のサターンリングですね。これ多分8枚ぐらいあるかな。はい、ちなみにこの色が塗ってあってボロボロになってるのはリバーシブル練習用に作った自分で塗ったやつですね。白い方、綺麗な方はちょっとよくわかんないリングです。なんかで買ったんだけど、なんだ EJC かなんかで買ったのかちょっとわかんないんですけどね。で同じくロシアンボールを大量に入れるつもりです。とりあえず5個は入れますね。でこの5個は確か奈良派の80ミリかなのロシアンボールですね。でこれがキット C なんですけど、キット C はディアボロですね。白は相当ボロボロですね。で赤はまあ綺麗かもしれないけど、で分解して送りますけど、中の軸の部分が7個しかないので、それだけ承知しておいてください。それぐらいかな。であとそう、これも多分ロシアンボール入れるし、スティックもね、初心者向けのスティックちょっと入れとこうかなとは思ってます。はい、というわけでプレゼント企画1000人でした。で第2弾もあるのでそっちもよろしくお願いします。チャンネル登録自体もね増えてきて、それは本当ありがたい限りなんですけど、まあ、皆さんのね、まあ、JJF のやつとかね協力いただいたりとかね、ジャグリングもっとね深くて面白いんだよっていうのをやっていきたいなと思ってますので、ジャグリングだけじゃないんだけどね、ライフスタイル動画なんでね、ピグミックスは。はい。まあ今後もよろしくお願いいたします。ではでは。